シュラマル。なるみさんと知り合えて私よかった。まさか家もこんなに近いと思わなかったし、何かの運命なのかも。家が近いのは本当にびっくりしたね。子供のスイミングスクールで知り合った人が、まさか近所に住んでるママ友だったなんて、意外と世間って狭いね。保育園の時とかは結構ママ友とのつながり多かったけど、小学校にもなると知らない人もいるよね。そうだよね。これから何かあったら、なるみさんにすぐ相談させて。私ママ友ってあんまりいなくて、気軽に話せる人が欲しかったんだ。けど私シングルマザーで一人で働いてるから、あんまり頻繁に LINE 返信とかはできないかも。全然いいよ。それよりなるみさんってタワマンに住んでるんだよね。私言ったっけ？住んでる地域の話を聞いて、他のママ友に聞いたら、そのあたりにあるのってタワマンじゃないって言われて、なるみさんだったらタワマンに住んでそうだし。まあ確かに住んでるんだけど、他にも家は結構あるでしょう。そんなことより私なるみさんの家に行きたい。タワマンって広さどれくらいなの？やっぱり結構広いんだよね。家賃とかも高そう。申し訳ないんだけど、私今日行ってもいいけど、晩ご飯とかそっちで食べてもいい？もし今日が無理なら明日でもいいし、なんなら今日と明日両方行こうか。ちょっと待って、ちゃんと私の話を聞いて。え？家に入れることはできない。はあ？なんで？私家にあんまり他人を入れたくないんだよね。家族親戚とか以外は基本的にちょっと。すごく仲良くなった友達とかなら別なんだけど。なんでそんなこと言うの？別に家の中を荒らすわけじゃないし、ちょっとぐらいいいじゃん。それがいいか悪いかを決めるのは私でしょ。まなこさんじゃない。はあ？せっかく家の近くにいるママ友なのにどうして入れてくれないの？もしかして変な趣味でもある感じ？そんなのないけど。ならいいよね。今から行ってもいいでしょ？だから無理だって。というかもしかして私がタワマンに住んでるの前から知ってた？どうしてそう思うの？私知らなかったよ。今日話した感じもさっきまで LINE してた感じも普通だったのに、家の中に入れないって言った瞬間露骨に態度悪くなったし、それだけで疑うとかひどい。それに私の家の特定早すぎ。私の家の周りにはたくさんあるし、どうしてタワマンってわかったの？だってなるみさんってタワマン顔だから。はい。高級そうなところに住んでるセレブっぽい。だから本当に偶然だよ。嘘っぽいけどまあいいわ。とりあえず家の中に入れることはできないから諦めて。そんなケチケチする必要ある？家の中見たら減るわけじゃないんだし。なるみさんの家は食べたら減るお菓子の家か。とりあえずそういうことだから。ちょっと反応して、まるで私が滑ったみたいになるじゃん。え？滑ってたけど。もうどうでもいいから早く家見せて。じゃないと家の中に突撃するぞ。セキュリティしっかりしてるから、そんなことしても警備員に追い出されるだけ。そんなのわかってるし、わかってるからこうやってわざわざ近づいたっていうのに。近づいた？やっぱり前から知ってたんじゃない？あ、やば。とりあえず考えておいてね。一週間以内に家行くから、それじゃあ。絶対に入れないから。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、大人になった今もそれは変わっていません。今 LINE をしていたのは、子供のスイミングスクールで知り合ったママ友のまなこさん。彼女とは何回か顔を合わせることあったんだけど、今日急に話しかけてきて LINE を交換することになった。その時は何も感じなかったけど、今 LINE をしてたら違和感だらけ。あの感じじゃ、タワマンに興味があったから近づいてきたって感じかな。まあ、こんなのには慣れたけどね。3日後。私のこと、家に入れてくれる気になった？ならない。てか、しつこい。毎日何回も LINE 送ってきて正直迷惑。もうやめて。私、前から興味があったの、なるみさんに。タワマンに住んでる人が、同じスイミングスクールのママさんにいるって聞いて、仲良くなりたいと思ってたんだよね。やっぱり最初から素の気だったんでしょう。だって、タワマンとか最高じゃん？仲良くなったら何かおこぼれに預かれるかもしれないし、家に行ったらこれ使わなくなった宝石ってくれるかもしれない。まなこさんってそんな性格だったんだ。話してる時はそんな下品な感じじゃなかったけど、
お嬢様に合わせて私もおとなしくしてたけど、なるみさん全然なびかないからめんどくさくなっちゃった。お嬢様でもないしおとなしくもない。いいから早く家に入れて。それから何かちょうだい。無理。ふーん。なるみさんは正直にお願いしても聞いてくれないと思ったから、実は先手を打ちました。今私の隣にいるのは、なるみさんのママ友の日和さん。は？これ何が始まってんの？実は私、日和さんとも知り合いなの。スイミングスクールの日和さん？そう、なるみさん仲良しなんでしょ？今日は日和さんと食事に行く予定を立ててたんだけど、呼ばれてたお店に先回りして、全部食べちゃいました。なるみさんが家に入れてくれなければ、この支払いは全部彼女に押し付けまーす。どうする？勝手にやってろ、クズども。はぁ？そもそも勘違いしてるけど、私日和さんとは友達じゃないよ。え？軽く顔を合わせる程度だけど、別に友達ってほどじゃない。連絡先も LINE も知らないし。そうなの？でも日和さんはなるみさんと仲良しで大親友だから、お家にも招かれた。家にあるものポンポンくれるからすごく嬉しいって言ってて。私と仲がいいと言ってるってことは知ってたけど、そんな適当なこと言ってんのか。だから私も仲良くなろうと思って。そういうことね。彼女は適当なこと言ってるだけで友達でも何でもない。一度注意したけど裏でこそこそそんなこと。うーん。本当に友達でも何でもないの？守るための嘘とかじゃなくて？嘘じゃないし勝手にどうぞって感じ。嘘つかれて気分悪いし。あの野郎嘘つきやがって。私が基本的に誰とも仲良くしてないのを見て、嘘ついてもバレないと思ってたんでしょ。だってみんなの前ですごく偉そうに自慢してたよ。彼女実はおっちょこちょいで、守ってあげないといけないとか、私とは口を聞くけど他の人とは仲良くなりたくないって言ってたから、あんまり話しかけない方がいいと思うとか。はぁ、それはそれで注意しないと面倒なことになるな。それよりあんたは支払いいいの？支払い？何それ。店に先回りして全部食べたとか言ってたでしょ。あ、高級フレンチ10万円近く食べて逃げてきちゃった。はぁ、アホなの？私先に来て全部食べた後、皿を片付けさせて、その席に日和さんを呼んで、何も言わずに逃げてきちゃった。どうすんのそれ。鬼のように LINE と電話が来てる。私どうしたらいいの？正直に言って謝ってお金を払うか、あなたは嘘ついてたんでしょってバトルするか。バトルする場合はお店に迷惑がかからないように自分ちでしな。そんな、これって私が被害者でしょ。嘘をついてた日和さんが全部悪いじゃん。食い逃げをしたあんたも悪い。あ、一つだけ。何？助けてくれるの？日和さんに会ったら今度話があるって言ってたって言っといて。え？私のことを助けてくれるんじゃ。バカ二人に構ってる時間はないから。それじゃ。そんな。1週間後。散々な目にあった。結局あそこの支払いは私が全部することになったし、旦那には無駄遣いしたって怒られるし。でも日和さんが嘘つき女っていうことはみんなにバラしたから、だから次からスクールには顔出せないはず。どうでもいい。あんたが怒られたこともあの人が来れなくなったのも、わざわざその報告をしに来たの？そんなわけないでしょ。こないだはなるみさんのせいでお金を払うことになったんだから、やり返しをしに来ました。はいはい。次はなるみさんの本当の友達の家に招待されたから、そこで家にあるもの全部食い散らかそうと思う。なるみさんのせいで大切なお友達がそんな目にあったらどう思うかな。優しいなるみさんはどうするの？もしかしてだけど、その友達ってユリ？いや、確実にそうだよね。大正解！友達と聞いて一番最初に出てくるなら、本当にこの人は親友なんだ。親友だけど、まあ、うん。今、冷蔵庫の中身を漁っていろいろ食べてるところ。早くしないと全部なくなっちゃうよ。お菓子だって食べちゃうからね。早くしないとこの家のもの全部なくなるよ。ご愁傷様。はぁ？それ自分に向けて言ってんの？あんたに言ってる。ユリは友達でもあり、ボディーガードみたいなものでもあるから。ボディーガード？そう。それにユリの家に招待されて無事で帰れるわけない。どういうこと？狼の家に羊が入っていったようなものだけど。まあ、頑張って、とだけ言っておく。ちょっと
っと待ってよ。どういうことかちゃんと説明しなさいよ、なるみさん。ねえってば。ゆりとまなこと日和のライン。お二人とも楽しんでいただけてますか？ゆりさん？あれ、まなこさん？日和さん？なんでいるの？お二人は私の家に招待したゲストです。どういうこと？なんなのよさっきから。私ごめんなさーい。何？既読がつかなくなってしまいましたね。なんでここに日和さんもいるの？今日は私と二人で食事のはずでしょ？大人数の方がいいかと思って誘っておきました。ちなみに日和さんは1時間前から来ています。そうなの？って、だから説明を！私はなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんのことを愛してやまない。なるみさんはとてもとても大切な人。仲がいいってことね。私がなるみさんの話をしたらすぐに仲良くなってくれたし、正直ちょろいなって思ってたんだよね。そこであなたのことを私は待っていたんです。はい。たまたまぶつかって、その時に私がなるみさんの友達と知った。そんな偶然あると思いますか？だってあれは偶然ぶつかって落ちたスマホになるみさんの LINE が来て、どう考えても偶然でしょ。先ほども言ったように、私はあなたのことを待っていたんです。なるみさんの周りにいるゴミ虫は早く排除しないと気が済まないので。ゴミ虫って何それ？言葉通りの意味です。私はなるみさんのことが好きで好きでたまらない。なのにあなたのようなクズはなるみさんを放っておかない。イライラしてイライラして。ゆりさん、イラ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 、あー、ムカつく。ちょっと落ち着きなって。なるみさんのことを大切にしてるのは分かったからさ。でも私はなるみさんに変なことしない。なるみさんの家を見たいというのは変なことではない？なるみさんが無理だと断っているのにしつこくするのは悪いことではない？いや、でもさ。黙れ。はい。許せない。なるみさんは1年前私のことを痴漢から助けてくれた救世主。救世主？はい。もしなるみさんがいなかったら、私はあの男をこの世から消して、まあ生きる価値もないゴミクズですからね。冗談でしょ。どうでしょうね。あはははは。そろそろ私はおいとましようかな。あなたのことも日和さんのことも許さない。そうだ、なんで日和さんがいるの？もしかして彼女も？私のなるみさんと仲がいい親友だとのたまったのです。許せるわけないですよね。なるみさんがおっちょこちょいでどうのこうのなんて適当なこと言って、あいつ許せない。とりあえず私帰るから。って、あれ、ドアが開かない。そういえばさっきからゆりさんはどこにいるの？私のことを招待したのに買い出しに行くって言ったきりいなくなっちゃって。そろそろ頃合いですかね。お腹が痛い。トイレはどこ？ねえゆりさん、せっかく私の家に来たので、お二人には楽しんでいただこうと思っていろいろ準備したので、楽しんでくださいね。もう終わりよ、日和さん。私もこの家から逃げ出そうとしたけど全然逃げられない。さっきは変な部屋を見て恐ろしかった。変な部屋？あたり一面になるみさんの写真や日々の日記みたいなものがあって、それから私たちのことを調べたような内容も。嘘でしょ。どこで生まれてどんな友達がいてどんなことをして生きてきたのか全部書いてた。そんなわけないって。あの部屋を見たらすぐにわかる。ゆりさんは異常なの。異常だなんて悲しいこと言わないでください。私はただなるみさんのことが大好きなだけですよ。ああ、もちろん写真を部屋に貼っていいのかの確認はなるみさんにも撮ってあります。マジなんだ。写真の数は言っていないので、なるみさんにはバラさないでくださいね。と言っても、二人がなるみさんに会うことはもうないでしょうけど。ねえ、トイレは？今すぐトイレに連れて行って。ひよりさんはトイレの場所知らない？知るわけないでしょ。私は今入った部屋が一面ホラーの部屋で怖すぎて前に進めないの。下を向いて LINE を頑張って返してるんだから逆に助けに来てよ。無理だって。こっちはお腹痛すぎてやばいんだから。トイレを探してるのにさっきから迷路みたいになっててトラップとかもあるし。
冷蔵庫の中身をすべて食べたのが原因だと思いますけど、私の家の冷蔵庫に入っているものは特殊なものがたくさんあります。そんな家あってたまるか！前からやってみたかったんですよね。リアルホームアロン。はぁ？いいから早く迎えに来てよ。この部屋怖すぎる。ビビって漏らしてもいいの？こっちだって漏らしそうなんだよ。あなたの家で二人とも漏らしてもいいの？ほら、早く助けに来なさいよ。この家は売りに出しているんです。だから何？もう無理。早く。この家は祖父が残してくれたもので、リフォームもしていますが、いろいろとガタが来ています。最近買い手が決まったんです。もう無理だから、早く助けに来て、まなこさん。私のトイレが先だから。その買い手、誰だと思いますか？ちなみにその人は買った家の見学に今日来ます。家のものはまだ残っていますが、簡単に見たいとのことで。私の知り合いなので少し安くしました。ひよりさん！ひよりさん！残念ながらひよりさんはリタイアのようですね。私も、もう、無理だから！この家を買ってくれたのはまなこさんの旦那様です。少し古いですけど、作りはしっかりしていますし、広さも十分。よかったですね、まなこさん。なら、この漏らした後処理は誰がするのよ！こんな家に私が住む！そんなの無理よ！あらあら、下品な話をしないでください。ちょうど旦那様が来られたので、お二人で話し合いどうぞ。こんな地獄は勘弁して！二階と一階でそれぞれ悲鳴が上がった頃に、まなこさんの旦那さんが家に来たんだけど大惨事。二階で泣きじゃくる日和さんと、一階で顔面蒼白のまなこさん。旦那さんがどういうことか聞いて説明をしたけど、二人が言うような部屋やトラップはもうなくなってた。そこに現れたゆりが、どうしたのですか？せっかくなので、奥様とそのお友達も招待したのですが、だって、狐につままれた気分でしょうね。ほんとどんな手を使ったんだろう。ひよりさんはとぼとぼ帰っていき、まなこさんは旦那さんから、せっかく買った家を汚すな、今すぐ綺麗にしろ、と怒られポカーンとしていた。何をどうやったらそんな芸当ができるのか。まあ、ゆりならできるのか。ゆりはまなこさんの旦那さんと少し前に知り合って、家を譲る人を探してるって話をしてたみたいなんだけど、これってきっと偶然じゃないよね。娘がスイミングスクール辞めることになったから、二人がどうなったか知らないけど、もう私に絡むことはないだろうな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。